はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、茨城県にございますドラゴンラーメンさんにお邪魔しております。というのもこちらのお店ね、まあ普通の醤油や塩のラーメンも販売はしているんですが、デビルドラゴンというね、辛いメニューがあるらしいんですよ。今回はね、そちらのメニューがどうしても食べたくてね、お邪魔しました。で、本日なんですけれども、デカ盛りではなく、もちろん先ほどね、説明していた通常のラーメンをはじめとしてね、デビルドラゴンという辛いメニューをね、いただいていこうと思いますので、早速、店内の方に入っていきたいと思います。よし。はい、ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりまして、1杯目のね、メニューが到着しております。こちらね、1杯目の塩炙りチャーシューでございます。うまそう。早速いただきます。うまシンプルなね、塩なんですけど、甘みも旨みもこの出汁感もね、詰まってるんで、決してね、あっさりじゃないです。かなりどっしり系の旨みの強い塩ラーメンですね。そしたらこれ麺いかないとね。続いてチャーシューなんですけど、炙りの分厚いチャーシューです。あ、めちゃめちゃうめえな。今時のラーメンというよりかは、こうラードをビッと効かして出汁感も加わった中華料理のラーメンっぽいね、重たいんだけどどこかホッとする、そんなラーメンですね。はい、ということで、ただいまね、2杯目到着いたしました。よいしょ。2杯目こちらですね、ドラニボという煮干しまぜそばのメニューでして、それでは早速いただきます。まぜそばだけどそのまんま食べたいですね、これ一回。よいしょ。煮干し効いてるわ、ちょっと具材混ぜ合わせましょう、これ。よいしょ。あ、うまいな。味付けはね、もう醤油系なんですけど、入れた瞬間ほんのり甘みを感じるんですよ。でも煮干しがね、ガーッときて、後には煮干しのね、苦味が鼻からふわっと抜けるので、こってり系なんだけど全然ね、重すぎない。たら、すいません、スープ割りお願いしていいですか。はい、あります。こちらのメニューね、これスープ割りがあるんで、もうぜひね、皆さん全部ね、食べきる前に麺をね、少し残してこれスープ割りしてみてください。あ、生姜効いてるね、うまい。今さら気づいたんですけど、具材にね、ナッツ系、刻んだナッツがね、入ってるね。それがね、食感いいわ。ごちそうさまでした。ちょ
っとね、今気づきました。これ混ぜそば用のカレーパウダーがね、卓上に置いてあったんですけど、うまくてね、使わずに食べきっちゃいました。はい、ということで、ただいまね、3杯目到着いたしました。もう色がね、すごいんですけど、こちらがね、3杯目にいただくデビルドラゴンでございます。こちらのメニューなんですけれども、中辛、大辛、で超辛と、まあ、3種類ございまして、普通がね、この大辛らしいんですよ。で、今回頼んだのがこちらは中辛でございますね。で、さらにね、辛いのが苦手な人でも食べられるように半辛っていう辛さなんかもあるんでね、ぜひね、あの辛さが苦手な方でもそちらの半辛とかでね、試してみるのもいいと思います。とりあえずね、もうめちゃめちゃうまそうな匂いがしますんで、いただきます。おお、真っ赤な油膜にこのスープ感じ、あ、うまい、中辛はね、まあ確かに辛いんだけど、辛めのラー油ぐらいかな。うまい。これね、もう絶対うまいのは分かってるんですよ。色に反してね、うま辛ですね。激辛じゃない、もううま辛な一杯です。これチャーシューがさ、さっきまでの炙りではなくて揚げチャーシューになってますね。しっかりこれスープ浸して、やばい。でもね、確かに中辛でもこれ食べ続けてると結構辛いかも。ただね、卵、最後の一口でございます。うん、熱い。ということで、皆様ね、オープニングで辛いものを食べに来たって言って、一番下の中辛なのって思った方いらっしゃると思うんですよ。超辛でございます。もちろんね、今回ね、一番上のクラス超辛っていうグレードのね、こちらのデビルドラゴンも注文したんですけれども、カメラ越しだとちょっと伝わんないと思うんですけど、肉眼で見ると同じ赤でも全然深さが違うんですよ。濃さがね、ひしひしと伝わっております、この表面で。それでね、この上にかかってる粉末がね、ハバネロ、まあちょっとね、怖いんですけど食べていこうと思います。はい。いただきます。ひとまずね、こちらのスープからということで、いいよ。おー、赤いっていうか、もう赤黒いね、これ。いただきます。あー、でも辛いです。ちゃんと辛いです。これはね、正直、すすったらダメな辛さですね。絶対見せます、ね。さっきの中辛と比べたら段違いで辛いですね。
しかもやっぱりハバネロ系なんで、唐辛子のじんわり効いてくる激辛っていうよりかは、口にね入れた瞬間に辛みがバーンってくるタイプの激辛系ですね。でもね、やっぱりハバネロなんで、ちょっと額見えますかね。さっきまでびちょびちょに汗かいてたんですよ。でも胃がね、ヒリヒリしてきて、ちょっとね、寒くなってくる感じ。逆にね、寒い。あっ、めちゃめちゃうまかった。ごちそうさまでした。ということで、本日の動画はドラゴンヌードルさんでね、レギュラーのメニューを4杯いただいてきたんですが、もうね、デフォは美味しいのはもちろん、後半にいただいたデビルドラゴン、見た目はね、真っ赤なんですけれども、辛いもの好きの僕としてはもうジャストミート、大好きな一杯でございました。ただ、僕はね、辛いものが比較的好きな人間なので、腸からもね、普通に食べてたんですけど、おそらくね、一般の方が食べた際には相当辛いと思います。お店の方に聞いたところ、普通のね、お客さんが食べた時にもう胃が痛いとか、もう食べられませんみたいなお客さんもかなりいるらしいので、僕のね、反応を信用せずに、辛いものが苦手な人は無理せずにね、半辛とか中辛から試してもらって、それでも物足りないようだったら大辛とか超辛を試した方がいいと思います。もちろん今回いただいた4杯の他にもレギュラーメニューね、多数ございますので、ぜひ皆さんドラゴンラーメンさんで美味しいね、ラーメンを食べてみてください。また、こちらのドラゴンラーメンさん、ネット販売もしておりまして、通販のページの方は概要欄に記載しておきますので、気になった方はね、こちらでも購入してみてください。僕もね、一度個人的にネット販売注文させていただきまして、その時はね、お家でデビルドラゴンいただいたんですけど、本当にね、今回食べたお店の味そのままが家で味わえます。僕個人的にもね、おすすめなので、これね、買ってみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。